く見えますが、あの月がずっと私たちを照らし続けてきました。そして大航海時代と言われるあの時代に、あの月が航海をする船を操る人たちの目印になってきました。その時代はまだまだ温かい人の心も、私たちの気持ちの中も温かいものがありました。しかし今この日本航空というところは、その温かみを全く持っていない、そういう企業だというふうに断言してもいいというふうに私は考えています。ブラック企業という言葉があります。今年も NHK をはじめいくつかの企業がノミネートされました。私はこの日本航空という企業は、この葬儀、この解雇を撤回しない限り、一貫してブラック企業だというふうに断言します。こういう企業があっていいんでしょうか。もうまさに法律もある意味憲法も、そして労働者の生活も根こそぎこの企業は破壊したわけです。私たちはこういうことは断じて許してはいけないというふうに思います。それは働く者、国民の温かみとしてこれを許してはいけない、そういう時代になっているというふうに思います。音楽が始まりました。ちょっとだけ中断させてください。
速道路の上の方を見ていただきたいんです。